はい、今回はですね、まあ、マッスル、スターフェスティバルか、チャンスアップガチャですね。えぐいガチャ出してきたなとは思うんですけど、初めてかこれ、5回目みたいなやつって。前まで3回目だってような気がするんですけどね。で、ラインナップがかなり偏りがあるんでね、自分リンクもマリも一体も持ってないですよね。だからまあ、引くんですけど、本来だったらちょっとどうかなってやつだな。まあいいや、ちょっとやってみましょうかね。55です。55いきます。他のゲームのガチャだと、妖怪三国志を彷彿させるようなえげつなさはありますけどね。あれもなんか結構えげつない。10段階ぐらいだっけ？ 5 段階かちょっと忘れましたけどね。ちょっとそんな感じでいきますね。ちなみに七夕ガチャはやってないですね。うん。まあ確率的にこう来るでしょうな。うん、爆死です。よし、じゃあ次行きましょうか。もうどんどん行きますよ。これが2回目。55連やって、まあ何、リンコマリー1体は来てくれるって感じですよね。久しぶりに来るね。って感じだね。よいしょ。久しぶりか2連続で爆死は。確率はだいぶ絞ってる感じかな。まあ本来だったらおすすめしないガチャですよね、これ。本当多いな、星5で。星5確定のところはね、金1個っていうのはね、本当多いんですよ。こいつじゃないんだよ。ジクジじゃないんだよな。あっちだったら受かってくるね、大将の。まあかなりひどい感じですよね。かなり絞ってやるか今回。今回はいかん感じですな。あー、最後の最後でこっち来たか。うーん、まあ。ちょっと待てよ。55連で金2体か。久しぶりにやらかしたな。っていうか、しかも確定しか出てないもんね。その1体がね。あー、まあ、これどうなんだこれ。なんか、見てみるとすげー当たってる人もいるんだよな、これ。ちょっと、見てみましょうか。さて、さてと。入手じゃん。どうなんだろうね、これ。本当はね、これも、まあ、チケット報酬のサイコマンで使えそうな感じだったんでね、いいっちゃいい。必殺技短縮っていうのがかなりね、いいんですよね。回復が、これはあれかな。進化したら、覚醒したら、強になるのかな、これは。まあ、まあこれを取れたのは大きいかな。正直火の方欲しかったんですよね。これも欲しかったんですけど、火のマリの方が欲しかったんで、相変わらずこの手のガチャでもリンコには縁がないですね。1体はちょっと期待してたんですけどね、リンコ。まあこんな感じでしょう。うわーって感じだな。次多分どのガチャかな。マッスルフェスティバル仲介になるのかな。やばい出だしですよね。まあいいや。でもまあ、マリは1体確保できたんで、まあ、代償大きかったですけどね。まあ、これを見てね、このガチャ回すか回さないか判断していただけるといいかなと思います。当たってる人は当たってるらしいですけどね。では、